はいどうもピオキングです。今日はですねトロールコースやっていきますか。でね、今日のトロールコースなんですけど、めっちゃ面白そうなんですよ。サムネが、見てこのサムネ、なんかいろいろアイテムがあるくせえんだけどあるくせえんだけど、ね、ごめんね、ちょっと言葉悪くなってしまってまあいろいろなアイテムって言ってもまあフラワーしかないんですけどね、とりあえず面白そうなんですよ語彙力ゴミ。さあやっていきますか。クリア率はねなんか 0.91% なんですけどね、まあ結構難しそうだよね。さあこれは、あ、避けれました。はいまあ最初考えるよねここでねと考えて、あー金魚にやられちゃったみたいな感じでまあ言うと思うんですけど、これ上行ったらダメだもんね。上行ったらもう戻れんくなるから、これは50コインは取ったらダメと見せかけて、多分いける。ちょっと気を取り直して、まあ50コインやられると思ってました。これはねファイヤー取っていいっぽいよね。取っていこうか。まあ、トロールコースはこんなもんなんですよ。もうやられてやられて次に行く。まあやられたら正解がわかるからね。まあこんな感じでどんどん行けばクリアできるっていうもんでしょ。これは、ファイヤー取る。ファイヤー取って、それじゃあここはもう、このボム兵のところに行って、あ、キノコが隠れてたんだね。まあ、このまま爆発して右に行けるみたいな感じで。これ、走ってジャンプするね。なんか跳ね返ってきそう。ジャンプ！オッケー！あ、あ、これ、いけたんじゃない？あ、中間ポイントでしょ？中間ポイント！中間ゲット！やったぜ！なんか今日早いね、中間ゲット。中間ポイントゲットするのめっちゃ早いね。で、こっから、いける？オッケーオッケーオッケー。あら？で、次は、ちょっと上上がってみようか。上上がってっても行くところないから、多分このドアしかないよね。このドア入ります。で、での、あぶねえ。いや違う、なんだよお前よし、それじゃあドッスンより早く行こう。ドッスンより早く右、オッケー。そしてこの P を踏んで P 取ります。うわあぶねえ。ドッスンのところにあるアイテム気になるな、これ。うわ、フラワーでも取れないよねきっと。これは P 押さないで右に行ってみる。 P 押した瞬間こっち、これで合ってるんじゃない。そしてもう上に行くしかないよね。上に行ってこれ取って引き抜く。 OK、 多分これで合ってると思うんですよねいやいやいや怖いな、これは上から行こっかな。いや右って書いてるからちょっと信じるね、この矢印信じます。あっ、で、あっ、このハテナはこの USA キノコが入ってる。 OK、 え、取れね、取れないけどこっち行けるもんね。まだこっち行けますよ。はい、でここでキノコ取って、うわこの音楽はダメなやつだ、やばい、この音楽多分ダメなやつだ。でこのまま、ちょっと待って、これはこれは連打してきついな連打して殺されろみたいな、あ出てくんじゃん、ありがとう。多分ここまで合ってると思うんですよ。これどうすればいいんだ、あ近づいていけばよかっただけ、なるほどね。でこのまま下に降りて行け、オッケーオッケーオッケー。でちここ降りてジャンプ、こんな感じジャンプしてで右、オッケー。うわこれは下から、なんか下ブラックパックンがいるんですよね。これ下行ったら多分出てくるでしょブラパー、だから僕上行きますね。多分こっちが正解、なんかもうブラパが見えてたもん。でこのまま上、あ、絶対やられるよね、絶対やられるよねこれ。いけます、これ右いける、走っていこう、走っていきます、やったぜオッケーオッケー。で、でどうするんだ、あ無理待って待って、ほんと無理。あ、わかった、これ多分ねこう針の下をくぐり抜けて、で、デカキノコの状態のまま、ここに行けるみたいな。そう、多分、これでいいと思うんですよね。
これは左行けないもんね。これ違う違う、左しか行けないもんね。こっち行きます。私こっち行って右に避けるね。はっ。え、あら、え、なにこれ。あの左のヒントは何だろう。 USA キノコのまんまここまで来いってこと。この USA キノコを出しておいてここまで USA キノコ持ってこなきゃいけないんだ。いや、わかんねえ。これは難しい。めっちゃ考えたもんね。で、これは右に行けるみたいな。多分そう、これで合ってるでしょ。 OK。 そしてジャンプのジャンプのジャンプ。 OKOKOK。 これ右行けないもんね。で、中間ポイント取ってまたやられるみたいな感じでしょ。いやー、これで4つ目か。あと1個でもうクリアっていう感じなのかな。どうなんだろう。で、次は上の土管ね。あ、違う、上のドアね。ドアと土管最近間違えるな。キノピ、これはこのままいけるね。あのバーがあるからいけるね。そしておいおい、降りてずっと右、右を失敗。ここから、あぶねこれはどうすればいいんだ。このまま走ってジャンプしよっか。走ってジャンプ。いやいやいや、今のこれ面白すぎでしょ今の。いや、いいよ、動画的にね。今めっちゃいい絵だったと思うけど。わかんねえな、さすがに、さすがに今のはわかんないって。じゃあこれはあのコインの通り行こっか。こんな感じでいいの。オッケーオッケーオッケー。で、イエーイじゃねえんだよ。イエーイじゃ、キラーが出てきた瞬間ジャンプで、もう一回ジャンプ、トントントン。それじゃね、キラーが落ちる前にすぐジャンプするね。すぐジャンプします。はい、オッケーオッケーオッケー。はっ、あぶねー。仕掛け、仕掛け、何重にも仕掛けられてましたね。ここで、うん、ここジャンプするしかないもんね。で、わっはっは。わかんねえって今のは。それじゃあここは左に避けておこう。オッケー、これで、うん、右に行ける。大丈夫、怖え。めっちゃ怖え。これはあ、待って、リンクいるんじゃない。うわ、リンク取らないけんくせ。オッケーオッケー、リンクこれでいいでしょ。これでリンク取ってで爆弾で壊すみたいな。オッケー。で、このまま右行く。うわ、これなんか上なんかありそうじゃない。なんもないのか。なんかあってくれよ。で、これは多分ここでリンク使っておきます。はい、多分こうしておかないと次に行けないみたいな。まあそんな感がしますね。あぶね、これは上なんかある。これなんか怪しいよね。はっ、なんもないのか。まあなんもない方がよかったね。で、このまま次に渡りますね。裏の裏を書かれた感じ。それじゃあここ変えたらいけんやったね。ね、わざわざ変えてしまったもんね、さっき。もうほんと変えんやったらよかった。で、このまま下に行ける。オッケー。なんか金魚上から降ってきてたのは危なかった。で、これは、うわ、金魚降ってこない。大丈夫大丈夫。で、次はあ、鍵取って入れるんだ。これ右めっちゃ怪しいな。怪しいけど鍵手に入れたし入ってみるね。うわ、これ右、すぐ右から行け。あぶねえ。うわ、ちょっとこれ見えてたのが優しいね。で、このまま右行きますか。そして、あ、ゴールあるじゃん。あ、なんか今日は早いね。あー、ぶねえ。はっ、えっ、あの金魚、あれ、あ、こっからマジで、は、あ、いや、なんか違うぞ。あ、なんか違う。あ、さっきとなんか違うね。やられない剣買ったんじゃない。ねえ、なんかさっきと違うよね。で、次は右下。うわ、これ待って、おっ、OK、多分これでいいと思うんですよね。で、あれは多分取らんでいい。多分あれ取らんでいいんですよ。これもうすぐ行くわ。すぐ右に行く。で、
これはどっち ?50 に行こう。オッケー。で、今度は、このバネに乗って、あぶねえ。うわ、ブラバー出てくんの？これ、上に行かないけんね。これ、絶対上に行かないけん。そして、右。で、そしてね、この、スネークブロックと一緒に行って、やられます。うわ、しかし、さっきもうゴールだと思ったんだけどな。まだ続いてるのか。まあ、そんな早くはないよね。ここ、多分ね、しゃがんでおけば、いけると思うんですよね。オッケーオッケー。で、ここで戦おっか。よし！で、デカキノコが落ちてったね。デカキノコを取って、そりゃないぜ。それじゃあここ一回この針に当たってキノコ取ろっか。キノコ取ってからのこれ左行ってみよう。そしてあまたなんかやられたね。で次またなんか変わってんのかな。あなんかちょっと違う。あ今度左この土管ね。わなんかめっちゃどんどん変わってるね。はい、バネに押されないようにしていこう。オッケー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 。でこれはちょっと待って、これなるほど一緒に行けみたいな感じで、オッケーオッケーオッケー。おい分かんねえよ普通。いや今のは絶対に引っかかるって。ここ一旦止まっておくね。止まってオッケー、多分これでいける。よし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 。次はこれはパウ叩いた瞬間右下って書いてる。いや、こっちに、これリフト乗ったらすぐ、こっちに行っていいんじゃない？オッケーオッケーオッケー。待って、あぶって、なんか来ると思った。で、どっちに行こう。上は意味ないもんな。上多分これ自決用だね。で、このまま右行くんですけど、ドッスンがいるな。ドッスン待って、ドッスン、あ、来ないね。来ないってことは、これ、叩いていいよね。叩いて、うわー！え、どうすんの？一回叩いて、ここに止まったまんまにして。オッケーあ、待って、はあ、え、何今の、どうなんだえ、リンクいる感じかな。ちょっと待って、一旦このままいる、行くけど。で、これは叩く。オッケーオッケーじゃねえあ、オッケー。今の何今のボムヘ。それじゃあね、さっきこの右側でねジャンプしてもやられたんですよね。あっ、なるほどね、ここにボムヘがいる。ちょっ、あぶねよかった。でここで鍵ゲットしてので、また右、多分これでまた右行けみたいな。でまたステージチェンジみたいな、ステチェン。待って、これ上行っていいんじゃないのか。ダメまだゴールさせてくれないのか。次はどんなステージだろうね。多分ね、またステージ変わってくると思うんですよ。あ、今度右上か。次こっちに行けみたいな。すごいね、ここ。待って。一回これ取っておくね。これ取って。ダメ！そんじゃここね、下に普通に降ります。降りて、でもこれフラワーがないといけんくね？どっか出てくんのかな、フラワー。それかマグマが出てくる。うわ、マグマ！オッケー。いや、そうだろうと思った。で、これ、うわもうビビったー今、マジで。じゃあ、これ、右行こう。右行ってリフトに乗ります。乗ってどう？うわここで止まっておいていい感じね。オッケーオッケーオッケー。で、これは右行こう。走っていこう。オッケー。これ、ジャンプして、一回止まります。一回止まろう。一回止まって、これ、P 押して、右に逃げようか。右に逃げます。何これ。ここ、鉄球が来るから、すぐ左に逃げます。OK! そして、右に行け、みたいな。うわ、怖え。これ、走っていく？うわ、これ、絶対走っていったら罠だと思うんですけど、走っていくしかない。これは走っていく。OK！ じゃねえ一旦このドッスンを落としておいて、でこのままどんどん先進もう。多分これでいいんじゃない？オッケーオッケーオッケー、やったねよしよし、次はそろそろ中間ポイント。オッケー、次のステージ来ました。そろそろもうゴールがあってもいいんじゃないかなって思うんですけどね。だいぶしてるよ、もうこれ1時間ぐらいしてるよ。今度はどこ？
左下ね、こっちで、次はどんなステージだろう。でもね、これトロールコースだけどめっちゃ楽しいんですよね。うわ、跳ね、跳ね返す。あ、ちょっともう一回、ちゃんと跳ね返そう、跳ね返す。オッケーオッケーオッケー。そういう問題じゃねえ。すぐ右行こっか、すぐ右行こう。オッケーオッケーオッケー。あれあれ、右でダメなの？これ右にダッシュしようか。おーし、抜けた。キョコケ、あ、これでよかったんだ。あ、キノコくれたね。キノコもらって、もらっての上に行く。そしてオンオフを押さないけんっぽいね。一回押していく、押して、うわ、それじゃあここ一旦当たって、で左行こう。でこのまんま行けるんじゃない？これ取ったらダメだよね、きっと。取っていいのかな。このまま左行くね。あぶねえ。やっぱりヒゲ、あの、溶かしてくれるんだね。オッケーオッケーオッケー。で次も鍵ゲット。このコース長くね。で右、オッケー。これ何これ、なんか優しいね。さっきまでなかったのにね、この砲台で。次はこれ、次こそゴールでしょ。オッケー、やったー。あー、長かった。1時間半ぐらいかかったかな、どうなんだろう。うわー、でもね、このコースはあの、いろいろな、なんていうのかな、要素が詰まっててっていうか、なんかあれやだね。なんでもいいや。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。